さあ、ってことこんにちは、山城と申します。さあ、ってことでね、茶番がなんだっていう話とかはね、もうね、すべて忘れてくださいね。今ね、私ね、青木スーパー行ってたんですけど、なんとね、この青木スーパーね、青木スーパー伊賀店という名前らしいんですよ。いやー、ついに青木スーパーも三重県進出したんですね。それもあれなんですね、あの四日市とかそういうところすべて通り越して、伊賀に作ったんですね。まあ確かにあのプラントさんとかもね、四日市とか鈴鹿とか全部通り越して、伊賀に、お店作りましたから、あの福井を地盤にしてるスーパーですね。あ、ってことは青木スーパーもそういうのだったのかな。なるほどなーってことでね、青木スーパー伊賀店で間違いないらしいんですけど、でこんな感じね、ほら青木スーパー伊賀店ってなってるでしょ。でもなんか、おかしい文字がいっぱい見えるんですよね。あれ、そう、青木スーパーで愛知県しかないと思ってたのに、あれ、こんなとこにあるんだと思ったら、あれあれ、私、三重県初出店の青木スーパーに来たつもりだったのに、なんということでしょう、これ、ショップデータが出てきますね。伊賀店、ほら、伊賀店ってなってるでしょ、青木スーパー伊賀あるらしいんだけど、伊賀町ってなってるけど、0564、郵便番号0444、郵便番号444の0075、岡崎市伊賀町。あー、なんてことだーってことで、じゃあこれぐらいにして、これがですね、何かとややこしい、岡崎市に伊賀町っていう町があるんですよね。そこにあるので、青木スーパーで岡崎伊賀店にすればよかったものをわざわざね、伊賀店にしてくれたんでね、こんなような茶番になりましたってことでね、ちょっと青木スーパー寄って買っていこうと思います。ここだけで断髪でちょっと作りますけどね。まあつってもね、青木スーパー来たはいいんだけどな、青木スーパーで一番買いたい絹笠製麺のうどんはね、さすがにね、この後まだ炎天下の中歩き回りますんで、明日、もしかしたら明日モードになるかもしれませんから、ちょっと厳しいかな。ということでね、よし、とりあえず青木スーパーで、お弁当かなんかかな、でもねえな。さあ、買ってきましたけどね、いや、暑い。暑いな。茶碗はね、もう引っ張るつもりないんでね、あれですけど、今ね、岡崎の温度がね、ちなみに37度らしいですよ。あの、岡崎、そう、あの、海に面してね、ちょっとね、あの、奥の方に入ってます、兼ね合いで、あの、気温上がりやすいんですよね。豊田市とかもそうなんですけど、上がりやすいし、結構冬場はね、結構冷え込みがあって、まあそういう中で作られるから美味しくなる商品っていうのもね、あったりするわけで、まあ、買ってきたわけでございますけどね。まあ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 、ちょっと今から飲む、有機豆乳無調整ね、丸さんのやつね、飲んでみたり。ま、豆ですよ。やっぱ大豆ですから、大豆の町ですからね、っていうことで買ってみて。これはでも、丸さんは、あ、そっか、マルサンアイさんもは岡崎の会社なんですね。お、ビンゴビンゴビンゴ、岡崎知らんかった。あ、そっか、でもマルサンって、そっか、だって豆味噌作ってますもんね。あ、だからあれなんだね、ってことですね。わ、忘れてた忘れてた、そうだ、味噌作ってるもんね。ってことで、あ、岡崎なんだ。じゃあ、まあ、紛れもなくあの、あれなんですね。赤味噌のあれなんですね。ということで、岡崎の丸さん A さん。ね。成分ですよ。で、よかった。キッコーマン買わんくてよかった。何も考えずにふわって買っただけ。あ、でもキッコーマンそうや見かけんかったな。ってことで、まずはね、岡崎名産の、豆乳飲みながら。美味しい。しかもこれ有機豆乳、オーガニックらしいですよ。でね、75円だったかな、安い。オーガニックの豆乳、75円で売ってるんですよ。すごいですよね。結構豆乳って持ちがいいんで、毎日これ食いっぱぐれてもこれだけでもういきますからね。まあ、この後ドミーも行って、ドミーで惣菜買おうかなと思ったんで、ここ直営かなと思ったの、岩田なんですね。あの惣菜コーナーか、まあまあまあ、岩田やったら大体ね、どこも同じようなのが並んでるんで、まあ、こっちでも食えんことはないんで、やっぱドミーの惣菜のことがあれかなっていうふうになってもね、いうことでね。
しました。で、やっぱしね、岡崎来たらやっぱこれ買っとかなかんやろってことでね、八丁味噌です。それもね、なんかね、丸屋の八丁味噌でございますよ。これはね、住所がね、岡崎市の八丁町ってことでね、八丁町ってあんまり言いにくいんですけど、まさに八丁味噌の本家、本元のところで作られてるんですね。普段もね、赤味噌ですよ。で、まあ、三重県民なんでね、三印。そう、三重県は三印なんですよね。で、他にもね、尾張の方でも七宝味噌とかあったりとかね、いろんな店屋さんあるんですけど、やっぱね、岡崎来たら、まあ、これ多分東海地方だったら、スーパーで買えると思うんですけど、別に岡崎に来なくて、でも、丸屋さん売ってるところは売ってると思います。ただね、やっぱ岡崎に来たらっていう感じがあるじゃないですか。ってことでね、味噌。ちょうどね、三印の味噌ね、ちょうど切れ気味だったんでね、いいや、ってことでね。あとなんでしょうね、やっぱし YouTuber に優しい街なんですね、岡崎っていうのは。なんとね、こんなね、激辛。普通のスーパーよりこんな激辛唐辛子っていうね、いかにも、はい、YouTuber さんこれネタにしてくださいって言わんばかりの唐辛子が売ってました。でも普通に SB が作ってるらしいですけどね。ということで、長野工場の SB で作られてるなんか激辛な、いかにも、このインスタ映えというか YouTube のね、 YouTuber 映えしそうなやつがあったんで、買ってみました。200いくらだったかな、でちょっとお値段しましたけど、まあさすが YouTuber に優しい街。もう何せやもう、YouTuber 今ね、もう本当に全国屈指の多分 YouTube で町おこし一番成功した例じゃないですかっていうぐらいに、成功してますからね。そう、今やもう名鉄もね、おみやさん一色でっていう感じになってたりしますからね。で、イオンウォーターがね、これだけポカリスエットは108円だったのに、こっちだけ182円で売ってたんで、ありがたい。これ暑い時はね、水分減ってきますんで。言うて車内もね、まだね、28、30度近くは多分あると思いますから、エアコンガンガン効かしてますけどね。ってことで、こっちを飲み切って、私、いくらでも入れれますからね、水は。で、イオンを。でもあんまり岡崎でいくらでもとかって言うとね、まずい展開になりそうなんでね、限界を知らない、YouTuber さんが、ね、いるわけでございますからね。あれってあれ水、どれだけ飲めるかってやった時、あれ何本飲んでましたっけ。りょうさん確か10リッターとか飲んだんですよね。ん10本で5リッター、そう20本で10リッター超えでしたもんね。さすがに私普段は汗かく仕事なんでね、現場が40度とか35度を超えてくる現場で立ちっぱなしでねっていう、ところとかもあるんで、そうするとまあ 4,5 リッターはやっぱ飲みますけど、汗でどんどん出てきますからね。でもさすがに10リッターは飲める自信ないな。豆乳も飲んだし、あとね、ちょうど家の漂白剤が切れたんで漂白剤買ってきました。別に安かったらね、85円ぐらいだったんですけど、これカネヨさんのブリーチなんてあるんですよね。これ知らなかった。カネヨさんっていうとレモンの形した石鹸って分かります？よく学校とかにありますよね。スポンジに入ってレモンの形した石鹸だったじゃないですか。レモンの石鹸を作ってるのがカネヨさんなんですよ。で、レモンの石鹸が好きですね。実は私作業着洗ってるのがカネヨさんの洗剤なんでね、カネヨさんこんな作っとるんやってので買ってみましたよ。いった塩梅でございますね。こんなところかな。じゃあちょっとドミーの場所だけ確認して行こうかな。こっからね、稲熊のドミーってそんなに遠くないはずなんですけどね。